第一次世界大戦と第二次世界大戦を第一次ヨーロッパ戦争、第二次ヨーロッパ戦争って分けて、日本の植民地解放戦線は別にしますと、この第二次世界大戦の死者5000万ぐらいの人ですね。まあ普通6000万と大雑把に言っておりますが、まあ5500万ぐらいの人のうち、500万人ぐらいが植民地解放戦線で死にましたから、ちょうどこの2つに分けて、第一次ヨーロッパ戦争、第二次ヨーロッパ戦争、それからアジアにおける植民地解放戦争っていうのを分けますと、まあ500万人ぐらいが亡くなっておりますね。それで、ヨーロッパはこの16世紀からドイツの農民戦争、それからオランダの独立戦争、それから30年戦争、スペイン継承戦争、7年戦争、フランス革命。フランス革命はまあ、ナポレオン戦争が入りますね。それから、グルジア、クリミア戦争ですね。それから、アメリカの南北戦争はちょっと、国内ですけどね。それから、まあ、あとは、仏仏戦争ですね。仏仏戦争って、仏仏の、当時のプロイセン、ドイツですね。ドイツとフランスの戦争ですね。それから、冷静戦争。これはアメリカとスペインですね。つまりもう、これの大きな戦争って全部白人同士なんですよ。白人同士。全然他の国は出てきません。アジアもこういう大きな戦争ありませんね。それから、この前の大きな戦争を終わって、中国国内内戦よりか、むしろ朝鮮ドラ、ベトナム戦争よりか、むしろ、ベトナム戦争前ですね。1978年が中国がベトナムに侵入したもんなんで、その後もですね、まあ、ちょっとは、こう、少し白人と誰かという感じですが。まあ、アフガニスタンもソ連ですしね。それから、その他も、ベトナム戦争はもちろん大きな戦争でした。それでですね、やっぱりこの我々が今、はっきり分かんなきゃいけないのは、白人というのは非常に戦闘的なんですね。なぜ戦闘的かって言ったら、他人のものは自分のものっていう考え方なんですね。日本人は他人のものは他人のもの、自分のものは自分のもの。トイレ掃除も自分ですると。ところが白人はトイレ掃除は奴隷にやらせると。まあ、こういう考え方ですね。それで奴隷は、労働は悪である。犯罪である。まあ、そういう考えですね。まあ、キリスト教が必ずしもそうだとも言えないんですけども、まあ、一応ですね、エデンの園からアダムとイブが追放されて神様。その神様がやっちゃいけないってことをやったので、その罰として労働しなきゃいけない。日本は全然違って、労働は恩を返すんだよ。全く180度違うんですね。ですから日本が非常に強かった頃、まあ日本は、平安時代の終わりからですね、ものすごく強い国で、アジアではもちろん一番強い国だったんですけど、決して、フィリピンとかインドネシアとか、その方に領土を拡大しようとは思いませんでした。ヨーロッパ人の考え通りに日本人が考えたらですね、その頃にフィリピンとかインドネシアを占領して、そこを植民地としてその人たちに働かせて、日本人はただ遊んで暮らすだけと。それから、あるいは奴隷として連れてきて日本で使役させると。まあ、いうようなことになったでしょうね。まあ、そうすれば日本の文化、例えば音楽とか絵画、こういうのは少し進んだかもしれませんね。だけど、まあ、どっちがいいんでしょうかね。ヨーロッパのようにアジアの人たちを全部殺したり植民地にしたりして、自分たちは紅茶を飲み、ピアノを弾く、それから文学を書くというのと、それから、まあ、日本のように労働を重んじて少し文化は遅れてもですね、みんなでやっていこうじゃないかという文化とどっちがいいか。これはまあ人によって違うと思いますね。私は日本人であるので、やはり、恩返しとしての仕事をやり、人のものは人のもの、自分のものは自分のもの、自分のことは自分でやろうというふうに思いますけどね。まあ、最近の日本人ではそうじゃない人がもてはやされてるようですね。人のお金をうんと取って、東京に住んで、いい加減なこと言ってですね、いい加減なことはあれなんですけど、それで、結構マスコミなんか持ち上げてるって人もいるんでね、まあ日本も随分、昔だったらというか、本来の日本だったら、そういう人は馬鹿にしたもんですよ。あいつは何やってんだ、ちゃんと仕事してないじゃないかっていうふうに言ってると思いますね。まあ今日はこれ、戦争ばかりの白人、つまり白人の文明の方が、日本の文明が劣っているってことをはっきりしたいと思うんですね。これは皆さん、日本人は心優しいですから、あまり人のことを日本人はね、日本人のことを誹謗中傷するのは平気なんですよ。例えば僕なんかここで言いますとね、もう、ネットなんかもうガンガン武田なんだ、武田なんだ、つって、それもね、
理由ちゃんと言わずにですね、お前は何も勉強せずにとかね、そんなことお前言ったって意味ないよとかいうような言い方で反撃してきますね。ところが多分その人たちはね、イギリス人とかアメリカ人だと、はっはーとかひれ伏するんですよ。だから、ちょっと日本人の従来の誇り高き日本人とはちょっと違う日本人が結構最近増えてきてるなという感じはします。まあ今日のお話はちょっと散漫になりましたが、まあこのグラフを見てですね、それで第一次世界大戦、第二次世界大戦は第一次ヨーロッパ大戦、第二次ヨーロッパ大戦っていうのを、このヨーロッパが世界ですからね、彼ら。アメリカ大陸発見なんつってんですか。アメリカ大陸は昔から人が住んでるんであって、白人がアメリカ大陸あるんだと分かったんだから、そんなアメリカ大陸発見なんていうのはおこがましいんですけど。まあそういうのにね、憧れる日本人がいるっていうことが悲しいですね。日本人の文明の方がはるかに優れてるというふうに思います。戦争も全く少なかったんですね。